どういうことだ。アルルさん、どうされたのですか。何、問題でもあった。いや、君の結晶からの力の逆流が起きなくなっているのだ。アルルがうまくやってくれたんじゃないのか。だったら疑問になど思わんよ。私が何もしていないのに勝手に治っているから驚いたんだ。勝手に。準備ができた。これであなたの結晶に起きている不具合を取り除くことができる。自然治癒したということはないのですか。そんな、かさぶたじゃあるまいし、私の知らないところで勝手に治っているなどありえないはずだ。でも不具合が治ったんだったらそれでいいんじゃないか。治った理由がわからないとまたいつ再発するかわからんのだぞ。手放しに喜べるか。あの、アルル、実は僕の結晶の不具合が治る夢を見たんだ。そのせいじゃないかな。はあ。シン、笑わせたいのならせめてもう少し面白いことを言ってくれないか。寝たきりになっててボケてしまったのか。そこまで言うことないだろ。入るわよ。アルル、結晶の応急処置は終わった。その必要はなくなった。結晶の問題がきれいさっぱりなくなっていたからだ。何を言っているの。言葉の通りだ。彼が目を覚ましたら結晶の不具合がまとめて治っていたんだ。そんなことがありえるの。私もあまり認めたくはないが、実際そうなっているのだから仕方がない。本当に彼の結晶は問題ないのね。それは間違いない。エネルギー逆流はゼロだ。結晶から侵食されるようなことはない。厳密にはもう少し経過観察をしてからの方がいいとは思うが、お前は出撃を優先したいのだな。分かったわ。シンさん、少し指令室に来てちょうだい。話があります。それで何の話かは分かってるかしら。ええ、今後の僕の処遇についてですよね。察しが良くて助かるわ。それでシンさん、あなたは今後どうしたいのかしら。決まっています。このまま天界の神様として戦い続けます。言い切ってくれるのは心強いわ。ありがとう。僕が迷っていたのは、僕が戦うことでジュピエルやアリューが傷つくからです。その問題がなくなったのなら迷うことがありません。今後また自分が渋滞に陥る可能性は考えないの。死の危険がつきまとうの。一回死んでますから、そろそろ死ぬのも慣れてきたところです。特攻すること前提で話をされても困るのだけど、まあいいわ。ただ無謀な行動だけは取らないで。わかりました。この戦いを終わらせるためには悪魔を倒すしかない。そのためにはあなたの力が必要不可欠なの。
協力してくれて礼を言うわ。前から思っていたんですけど、そもそもこの戦争自体を終わらせることはできないんですか？どういうこと？和平交渉だとか何でもいい、戦い以外の手段でこの戦いを終わらせることだってできるんじゃないですか？それはできないわ。この戦争が終わるときは天使か悪魔のどちらかが滅び去ったときだけ。そもそも天使と悪魔はなんで戦争なんかやってるんですか？わからないわ。理由もわからないのに戦ってるんですか？戦争が始まったのは私が生まれるよりもはるか前。その頃を知る者は天使にも悪魔にもいない。だからなぜ戦争が始まったのかは誰も知らないの。知らないまま戦ってるの。そんなのやめればいいでしょう。理由もないのに戦ってるなんて。シンさん、あなたご家族は？なんで急にそんなこと。関係ないでしょう。以前あなたが人間界に脱出した時、自分の家に戻らずに通学路をさまよっていた。それはなぜ？それは今答えないといけないことですか？いいから答えて。僕の家族、両親は小さい頃に死にました。交通事故で。そう。あなたは事故を起こした相手についてどう思う？今でも恨んでる？僕は小さかったから。でもはっきりとは言えないけど、多分許すことはできないと思います。私の両親はだいぶ昔に死んだわ。悪魔に殺されたのよ。天界に襲撃に来ていて、どこかで負傷したんでしょうね。それを両親がかくまっていた。そいつは恩を忘れて両親を殺し逃げた。私はその現場に居合わせて全てを見ていた。悪魔たちを許すなんて絶対にできない。そんな気はない。戦いをやめることはできない。ここにいるのはみんな戦火で大事な人を失ったり、家をなくしてこの展開に流れ着いた天使たちばかりよ。私たちはすでに数えきれないほどの屍の山を築き上げている。もう互いに引くことはできないのよ。ここで引くことは死んでいった英霊たちの意志を無意味にすることになる。絶対に負けるわけにはいかないのよ。悪魔たちに蹂躙された展開にはもう神の降臨を願うしか道が残されていない。戦い続けるしかないのよ。戦って勝つしか。話がそれたわね。それはそうと、これからも神として力を貸してくれると嬉しいわ。それは分かっています。手を抜いたりはしません。結構時間を取らせて申し訳ないわ。もう下がっていい。これからの戦いについては追って連絡するわ。失礼します。楽しませてくれよ。お、帰ったか。ほれ、これをやろう。
おかゆラーメン。どうした？そんな怪訝な顔をして。祝い代わりだぞ。おかゆかラーメンのどっちかでいいだろう。炭水化物に炭水化物を合わせてどうするんだよ。ラーメンライスというのがあるだろう。おかゆとラーメンが超融合を果たしたとしても、特に疑問には思わんが？まあ、そう言われるとそうかもしれないけど。けど、なんでおかゆラーメンなんだ？床に伏しておかゆばかり食べてただろ？だから、それっぽいものを選んでみた。ありがとう。もらうよ。それより、ずいぶん迷惑をかけたみたいで。そうだな。データ採取はろくにできなかったし、君の世話に手間を取られるし、まったく迷惑な話だった。恩返しはきちんとしてもらうぞ。100倍、いや、200倍にして返してもらわんと割に合わんからな。覚悟しておけ。ある。ん？なんだ？絶対僕が守るよ。君を狙う者すべてから。恩を返せとは言ったが、歯の浮くようなセリフを言えとは誰も言ってない。口先じゃなくて行動で示してもらおうか。ローカー研究所を調べてきたわ。あなたからの情報通り、そこに結晶がある可能性が高いわ。あんな廃墟の奥に秘密裏に研究施設を作っていたとは、大胆なことをするわ。そんなに大胆なんですか？イメージですけど、廃墟とか目立ちにくい場所に潜ませるってよくある手のような気がしますけど。ローカー研究所はフィンブルの冬があったところで、今もなお極寒の雪と氷に閉ざされた地域にある。偽装のためとはいえ、あんなところを根城にしているとはさすがに恐れいるわ。フィンブルの冬ってなんだっけ？ちゃんと説明しただろうが、数年前に結晶の暴走を起こして辺り一面凍りついた事故のことだ。ともあれ、そこに敵の運命覚醒結晶があるというのなら、私たちはそれを全力で破壊する必要がある。シンさん、ジュピエル、次の指令。ローカー研究所に侵入し、敵の運命覚醒結晶を破壊するのよ。わかりました。その任意受けたまわりました。全力を尽くします。フィンブル、どうかした？いや、当然この展開もそのあたりに近づくことになるんだろうが、ちょっと。何か嫌な思い出でもあるのか？それとも事故で汚染されてるとか？そういうわけではないわ。もしかして寒いのが苦手とか？悪いか。寒いと頭痛がするし、集中できないし、何もいいことがない。冬なんか滅んでしまえばいいのだ。そこまで言わなくても。シンさん、飛燕が待ち構えている以上、あなたの働きに私たちの命運がかかっていると言ってもいい。月並みなことしか言えなくて申し訳ないけど、知力を尽くしてほしい。私たちもできる限りそれに応えるつもりだから。わかりました。頑張ります。
ミッション10、凍てつく叫び。寒い。シンさん、大丈夫で、くしゃ。すみません。敵地なのにくしゃみなど。しかし妙ね。ここは悪魔にとっての重要拠点のはず。見張りがいないなんて。また罠ってことは。シンさん、以前のことを思い出していますか？ああ、思い出してた。またあんなことがあったらどうしようって。まあ、ここに結晶があるのが確かなら、前回のように爆破するわけにはいかないだろう。運命覚醒結晶まで消し飛んでしまうからな。本物の結晶が安置されていることは調査してある。と言いたいけど、前回のこともあるし、警戒するに越したことはないわね。フェレスのことだし、何を仕掛けているかわからないわ。気を引き締めていきましょう。今回潜入しているのが僕たちだけなのは、やっぱり罠を警戒してのことですか？それもあるし、戦える状態にまで持ち直している天使が少ないというのもあるわ。今回は少数精鋭で攻略するわ。